人生経験として海外に行くというのは積んでおきたいなと思っています、うん、えー、いいなー行きたいところとか決まってるんですかちょっとあんまり決まってないうんいやちょっと, <laughs> とどこ,行,こ海外旅行に行きたいっていうて <laughs> えそうそうそう,そうとにかく海外に行ければなと思っていてどこに行くかはこれからちょっと君たちにも相談しながら考えようかなとえっ、ーえー、いいな思、えー、んで,でもマネージャーもね、えー、めちゃめちゃ行きたがってんのよえー じこれを機にちょっと一緒に行って、我輩も行きたい。あ、これ行けますか、ラプラッさん。我が輩も行きたい。まあ多分取った。多分八十パーいや九十パーいや九十八パー無理なんで。なんで。まあ自分で勝手に行きたい。行きたい。これだからちょっと子供がいるとまあもうジャンプはちょっと。行きたいずれて。ブーブーいい。 子供の改造度高いちょっとお母さんはねお仕事で行くのねラピちゃんわかるお母さんお仕事で行くのほらお <laughs> <laughs> お母さんん仕事で行くっっって言ったたっしょきかか <laughs> 今度ねなんか何か ゆ連れてってあげるから、ゆえんち連れてってあげるから、我慢しなさいゆえんち来た、ゆえん来た、ゆえん来たそうなんでなんでえ、なんかさ、これを通じてさ、マリンのことさ、なんて呼ぶイエゴマリンさんかいや、全然縮まってない嘘でしょ先輩だからやっぱり、マリンと呼ぶ海はでもやっぱりさ、ラプラス総帥はね、やっぱ侵略しに来てるわけだから、別に先輩なんてさ、思ってないわけじゃん 思ってないよそうそう思ってないわけ <laughs> その場合マリンになる、うん、にいやいやでもなんかちょっとあいったわえ分かった、まま、分かったじゃ逆,逆に、うん、あれだよ距離が縮まったとかじゃなくて逆に今,今日のコラボを通じて、うん、逆に軽蔑してマリン呼びになったってのはどう、うんうん <laughs> シシチュエーションが勝手にだ<ジ>いいからほら距離が縮まったって思うとさ「いや縮まってないが」って思うかもしれないでもね <laughs> ちょっと序盤のセクハラでかなり好感度下がってマリンさんかっこ軽傷だったのがマリン、かっこ軽蔑な感じで。うん、<何>先輩